千田です。今回はね、ウイニングイレブンの紙データの入れ方っていうことでね、USB からプレステ4に紙データを入れる際のやり方をちょっと動画でやっていきたいと思います。USB の、データを用意するのはパソコンと USB を用意してもらって、で、まあ、サイト見ながらやってもらうのが一番だと思うんですけど、USB 用意した USB をパソコンに挿して、で、パソコンで、まあ、Yahoo でも Google でも、ウイ入れ紙データ J リーグとか検索してもらって、で、ダウンロードしてもらって、ダウンロードしたら、その保存した先が、まあ、デスクトップだったら、デスクトップからダウンロードを、したファイル、多分ファイ、圧縮ファイルがダウンロードされてるんで、圧縮されたファイルを解凍してもらう。で、解凍したファイルを USB 内に入れてもらって、USB を、まあ、USB 内にそのデータが入ってるか確認してもらって、で、その解凍したデータを、まあ、データというかファイルの名前を WEPSE だったかな。ちょっとまた後で動画で内で説明しますけど、ファイル名を必ず WEPSE っていう、ファイル名に変えてください。まあ最初からなってればね、そのままでいいです。で、そこまでできたら、パソコン内での、USB に入れるデータの作業は終わるんで、それで、まあ今、ちょっと自分の方は、今、データを入れた USB をプレステ4に挿して、プレステ4の電源入れて、ウイニングイレブンを立ち上げたとこです。じゃあ、こっからちょっとどうやって紙データ入れていくかっていうのをやっていきます。まず、ウイニングイレブンつけて、この画面になるんで、メニュー画面ですね。で、設定選んでください。設定選ぶと、まあ、いくつか出るんですけど、エディットを選択。で、エディットを選んでもらうと、また、こういったメニューが出るんで、エディットメニューって出るんで、下から3つ目のインポート、エクスポートを選んでください。で、その後、またインポート、エクスポートメニューが出るんで、今回はチームの書き換え、まあ、紙データを入れたいんで、チームインポートっていうのを押してください。で、そうするとなんか聞かれるんで、USB メモリの、WEPES っていう名前のホルダー内に保全されている必要がありますって、注意書きが出てくるんで、ちゃんとね、さっき言ったフォルダー名を WEPES、ちょっと名前さっきと違ってたかな。すいません。大文字で WEPES っていうホルダー名に必ず、パソコンから USB に入れる際は、ホルダー名を解凍した後変えてください。で、USB をプレステ4に挿して、ウィニングイレブンを起動させると。まあ、ここではね、ちゃんとフォルダー名書いてあるんで、OK を押しておきます。で、そうすると、この USB フラッシュディスクなんたらって出るんで、で、WEPSE って入れてないと、これが出てこないんで、何も表示されない状態なんで、必ずフォルダー名は変えてください。で、これを選択。そうすると、チームインポートファイル選択っていうのが出るんで、四角ボタンで全部選択できるんで、全部、レテンチェック入れてください。で、詳細設定進む。で、ここでは、自分は2つ、両方とも丸、あ、レテンチェック入れて、OK を押します。片方でもいいのかもしれないですけどね。で、ここで、書き換え、インポート中ですって出るんで、インポートが終わるまで待ちます。ちょっとね、この辺は終わるまで時間かかるんで飛ばそうと思ってますけど、まあ、一旦放置します。はい、インポートが終了しました。で、OK を押します。で、今回はここまでなんですけど、まあ、ちゃんとね、チームが書き換えられたか見てみます。で、今回のまあ、私がインポートしたデータは、スペインリーグの2部が書き換えられてます。こうやって。
まあ、そのサイトでダウンロードしたそのデータによってどこにインポートされるのかっていうのが、ちょっとなんか、まちまちっぽいんで、そこはダウンロードするね、サイトを参考にしないと、ちょっとね、一概になんとも言えないんですけど、まあ、大体見るサイトっていうのは一緒だと思うんで、こうやって、ちゃんとね、J2 リーグは、まあ、スペイン2部リーグってなってるんですけど、J2 リーグがインポートされてます。選手もね、ちゃんと今シーズンの選手が、まあ、反映されてるっていう感じですね。で、ジュビロもちゃんとなってます。で、まあ、こうやった時に、ちょっと自分この動画撮る前に一回失敗したんですけど、まあ、どういう失敗したかっていうと、やり方は今のやり方でやって、で、モンテビオ山形と、どこだ？ファジアの岡山だけなんか他の変なチームになってて、チームメンバーも全員外人のカタカナの名前の選手で、全然この2チームに関しては書き換えができてなかったんで、もう1回リセットして、また同じような作業をしたら、まあ、今回はうまくいったって感じですね。そのやり直す際のやり方っていうのもちょっと今からやっていきます。で、ちなみに J リーグ、J1 チームもどっかに入ってると思うんだよな。あ、J1 チームもあるね。あ、ジュビロ入ったまんまだね。松本と。まあ、これは、ただチーム選手を見てもらうと、なんか変なふうになってますよね。まあ、今回は J1 のチームは特にプレイしないんで、もうそのまま無視でしておきます。またね、J1 のチームやりたいときは J1 のチーム入れ直すっていうだけなんでね。まあ今回は J リーグ2部のね、J2 をやっていくんで、これでちょっとやっていきたいと思います。で、まあ全部一回戻ってもらって、エディット終了してトップ面に戻ります。はい。確認してちゃんとインポートされてたら、もうそのまま戻って、まあ好きに試合をやってもらえればと思うんですけど、さっき言ったね、失敗した場合っていうのは、この設定っていうのを押して、この最新在籍データの適用っていうのをしてください。それで一回リセットして、そこからさっき、まあ私が説明したやり方でもう一回データを入れ直してください。そうすれば、まあ、ちょっとこっちの方で、チームの確認するんですけど、ちゃんと、こう、スペイン2部のとこに、J2 のチームが入ってるか確認して、OK だったら、まあ、そこで終了ですね。まあ、しっかりダウンロードできなかったら、もう一回、さっき、どこだっけ？最新の、なんかデータにどうたらっていう、設定のとこで最新在籍データの適用、これでリセットして、もう一回データの入れ直しをしてください。自分は1回目失敗して、2回目でまあこう成功したんで、何回かやらないと、もしかしたら、で、何回やってもダメっていう場合、ちょっと私の方ではわからないんで、ちょっとダウンロードするサイト変えるとかっていう感じかな。まあ一応私がダウンロードしたサイトをね、まあ、YouTube の概要欄から、そのデータのとこに飛んでダウンロードしたんでね、そこのデータの、まあ、YouTube の URL もね、コメントに貼っとくんで、まあ、それ合わせて、やってもらえればと思います。まあ、それ以上詳しくっていうと、ちょっと自分も、まあ、実際やった、作った人じゃないんでね、ちょっとこれ以上は、詳しくは説明できないんですけどね。まあ、これでちょっとやってみてください。まあ、とりあえず J2 のデータが入ったんで、まあ、一旦ジェフをやるか、ジュビロをもう一回、まあ、前回ね、降格しちゃったんで、J2 のチーム、リーグでね、昇格までやるか、ちょっとまだ考えてます。まあ、ちょっと、そうだね。また、
そこはとりあえず一発目は動画でやりたいんで、また動画で内でね、まあ、何をやっていくかっていう感じで見てってもらえればと思います。じゃあ、とりあえず今回の動画はこれで終わりたいと思います。では。